つい先週に高校出てから初めての初任給がもらったので、船長に送りたいと思います。ありがとうございます。家族にもちょっと高級なお店連れて行きました。マリン船長は初任給何に使ったんですか？これ最近話したんですけど、まあ、君もね、まずね、船長にね、大事な初任給に使ってくださってどうもありがとうございます。そして家族にもね、親孝行して偉い。船長はね、あの実家に働き始めた時ね、毎月10万入れてたんよ。親孝行で偉くて10万入れたんじゃなくて、親に実家に住むなら10万入れるように言われたから、しょうがなく入れてただけね、別に。だからめっちゃ自分の手元に残る金が少ねえみたいな。もうちょっとしかないので、田舎でさ、船長田舎で高卒だったからさ、めっちゃ給料少なくて、10万も持ってかれたらもう全然なくて、だからもう全然親になんか買ってあげようとかそういう場合じゃなかったっすね、普通に。